か一回試そうと思って。ほら、ここにスタンプ台があるから押してね。うん、大人気坂の交渉をイメージしてるんだけど、どうかな。ありがとう。この後はホムラとスクールアイドルショップを回って、最後に私の思い出の場所に行こう。ちょっと離れたところは本屋街なんだよ。昔この絵本を見つけた思い出の場所なんだ。うん、小さい頃この本屋さんで見つけたの。表紙がキラキラしてて可愛いでしょ。お母さんにどうしても欲しいってお願いしちゃったんだ。えへへ、そう？私昔からあんまり変わってないからな。そう、秋葉のことをもっと知ってもらいたいし、もっと好きになってもらいたい。だから私自身がもっともっと秋葉のことを大好きになって伝えていかなくちゃって思ったの。それにあなたのこともそうなんだ。あなたに私のことを何でも知ってもらいたいって思ってるのに、まだ伝えられてないことがたくさんある。自分が感じたことや思ったことはどんどん表現して伝えていきたい。それってスクールアイドルも同じだもんね。あなたがもうお腹いっぱいっていうくらい私のことをたくさん知ってほしいんだ。それにあなたのことももっと知りたい。ありがとう。お互い伝え合っていこうね。